どうも温泉女子のリリです。今日は結構な田舎に来ているんですが、見えますかね。今日は奈良のですね方に来て、奈良じゃない、間違えた、すみません、京都に京都に来てます。で、京都の、ケブリ川さんですね。よいしょ、見えるかな。こんな感じの旅館に来ておりますね。超綺麗な建物、めっちゃかっこいいですね、建物が。お庭も広い。ということで今日は、勢いがすごかった今ということで今日は旅館の温泉に入っていきたいと思います。それではレッツゴー。はい、ということで早速お部屋に着いたんですけど、じゃ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 ん、すごい広いぞね、お風呂付きの部屋を、頼んだら、ちょっとなんかベッドが2つあって悲しい、一人でベッド2つはちょっと大変悲しいんですが、めっちゃこう小上がり式なのがいいですよね。こう上がって裸足でくつろげるし、ちょっと温泉はお楽しみに置いといて、洗面所から紹介しようかな。よいしょよいしょ、お、雪肌精じゃないですか。スキンケアが揃っていますし、え、これはなんだ、ただのトイレだったはいはい、バイバイ。全然着いた着いた着いたみんな行きますよ、ほんとすごいですからね。お部屋の横に温泉があるすごいすごいめっちゃテンション上がる。はい、ということで温泉こんな感じです。すごくないですか、こんな。しかも横でゆったりできるので、こう体がね、こけたらこっちでちょっと休んでまた入るとかもできますね。温泉は信楽焼きだそうです。かっこいいですね。ちょっとこれは入るのがめっちゃ楽しみです。で、今からちょっと入っていこうと思います。ということで今からお風呂に入っていこうと思います。ちょっと夜撮影なので暗いかな。よいしょ、よっ暗で、はい。じゃあさっき紹介したんですけど、よいしょっと、はい今からこのお風呂に入っていこうと思います。ということで今日は毛振川さん、京都の毛振川さんという
旅館に来ています。とてもいいところです。見てください、なんか内装とかもね、すごい、なんだろう、古き懐かしの感じなんですけど、すごいです、綺麗です、施設全体がすごい心地が良いです。あったかい。ちょっと金丸で撮ろうかな。ということでね、今日はキョブリカワさんに来ているっていう話をしたんですけど、農園がね、あって、ここにね出てくる料理って全部こうその農園で採れたものを使っているらしい。すごいですよね。だから今からこうその新鮮なね食材使ったご飯が食べれるみたいなのでめっちゃ楽しみです。すごいドキドキですね。何食べれるんだろう。はい、ご飯食べてきます。
羽根がちょっとある、すごい、めっちゃ豪華だ。あ、着いた、ご飯、こんなとこ今からご飯食べてきます、楽しみ。ご飯がめちゃくちゃ美味しそうです、楽しみです。これなんだ、なんか美味しそうです、食べます。はい、ということで早速ね、コース料理いただいていくんですが、あのコース料理のね説明にもたくさんこう、こんな料理ですよって説明が書いてあったんですけど、一つ一つね、あのこだわり持って作られてるんだなっていうのがあのすごく伝わってきました。本当に一つ一つあの美味しくって、あの、ね、忘れられない味だなと思います。ちなみに今取ったねキノコみたいなやつはキノコじゃないんですよなんか山芋と何かがひっついてました美味しかったですね、すごい美味しかった。でこれは豚肉のなんだっけなやつですごめんなさい、実はこの時ね、あろうことか私お酒を飲んでしまって、若干ねちょっとあの記憶があやふやなのとテンションがおかしいほらもうちょっとふざけてる、ごめんなさいはい、でデザートね、これ片っぽ何だったか忘れちゃったんですけど、もう片っぽの冷たいお汁粉で中にねお餅とあとおかきもついてて、あの本当に美味しかったです。なんか夏っぽいデザートでね、あのお汁粉ってなかなか思いつかないんですけど、冷たいのもあの普通に美味しい。あ、寝てます、もうとんでもない集大をということで、今日の温泉動画どうだったでしょうか。ちょっとお酒を飲んだのととっても眠いので、今からゆっくり寝ていきます。寝ていきますとかしら、ね、寝ます。じゃあ皆さん、YouTube で、出してない動画をですねファンクラブで見れるので、興味がある方はぜひファンクラブの方に見に来てください。今回の動画が良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、おやすみなさーい。